やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在7月22日金曜日の午後8時22分ですね。はい、ちょっと今ただいまカーテンで仕切ってますけども、目の前で母がテレビ見ておるもんで、こんな姿で失礼します。はい、たった今ですね、まだ過去アニメを一つ見終わったんですが、なかなかなね、新感覚のラブコメやったと思いますんでね、紹介したいと思います。面白かったこちらです。はい、超稼働がある6分の1ですね。これだいぶ前に、D アニメストアでたまたまこうあさってて見つけて、あ、何これ気になるなと思ってチェック入れてたんですが、12分30秒の12話ものです。はい、ではまずね、ちょっと早速ホームページからイントロダクションあらすじを見ます。3次元現実の女性に興味がない硬派なオタク、ボーイダ・ハルト。ある日、大好きなアニメのヒロイン、ノーナの美少女フィギュアを購入したが、突然フィギュアなはずのノーナが動き出した。一人と一騎のドタバタ夫婦的生活始まるってことですね。ではまず、キャラクター紹介していきます。でちょっとこれキャラ多いんで、メインとなる4人だけ。はい、まずはですね、ボーイダ・ハルト、畑野渡さんっていうんですかね、見たことあるけど、うん、はい、一人暮らしを始めた社会人オタク、職業は自宅作業のプログラマー、本物の女性より二次元美少女が好き、アニメや漫画、ゲームが大好きで、テレビアニメ、少女、惑星探査のヒロイン、ノーナに本気で惚れているが、実は他にも恋したヒロインが複数いるようで、はい、その複数が、はい、今から紹介していきます。まずは、ノーナ、木下鈴奈さん、僕はちょっと初めて木下鈴奈さん、拝見しました。テレビアニメ少女惑星探査のヒロイン、作中では少女惑星探査機9号として知的生命体の探査にの任につく。そんな彼女のキャラクターフィギュアをハルトが購入。なぜかそれが動き出して、6分の1の小さなフィギュアの姿だが、アニメと同じようにその体に様々な超未来技術を搭載している。もうわお、母に電話が来たぞ。はい、でまあ出会いのシーンがもうすでにめちゃくちゃ面白いですからね、このね、出会いのシーンはもう注目です。はい、続いてですね、あと2人紹介します。はい、ベルノア、これ千本木さやかさんですね。RPG ドラグリウスサーガー、4の主人公で、ノーナと同じくハルトが購入したフィギュアの一体。ハルトがやり込んだゲームのヒロインであり、魔王討伐の使命を帯びて剣を振る誇り高き女勇者。戦闘マニアな性格でレベルもカンストしており、超強い、めちゃくちゃ強いんですよこのベルノア。ただね、このベルノア のキャラのギャップがすごくいいんでね、うん、誰かな、僕は推しはベルノアかな、すごくいいですよベルノア。はい、じゃあもう一人だけ、はい、天野原すばる、これ魔王さんですね。もう魔王さんが、あとね、あとで行きましょう。2D 対戦格闘ゲームストライキングフィスト3に登場する、古流武術使いの少女で、動くフィギュアの一体。ゲーム内では壊れキャラと呼ばれるほど圧倒的な強さを誇った。実はオタクで、人には内緒にしている趣味も持つ。胸が小さいことを気にしており、ユーザーからの相性は絶壁。あ、そうやったんや。はい、まあまあ魔王さんもよう出てはりますよね。でもう一人だけ、ミコト、妹ですね、主人公の妹、ボーイダ・ミコト、これ松田理沙さんなんですよ、ね、でハルトの妹の女子高生で、よき理解者、子供の頃ハルトと一緒に少女惑星探査を見ていて、お気に入りのキャラクターはオズマ、兄と同じく好奇心旺盛でマニアな気質なところもと。はい、オズマはまた皆さんで調べてください。あれ、もう一人、誰だっけな、ね、違う違う、まあまあまあいいです。はい、過激少女組が3人いるんですよね。はい、まあということで、このフィギュアたちと、まあ、ハルトという人間による、まあまあラブコメですね。ドタバタ劇でいうと、うるせえやつらみたいな感じかな。うん、まあフィギュアにすごいこうモテてしまう
オタクな青年のお話です。まあどの辺がモテるのかとかはね、もう見てのお楽しみなんですけども、なんやろね、まあ僕はラブコメも結構好きなんですけども、新しい感覚やったかなと思いました。でそのフィギュアがなんで動き始めたのかとかっていう謎もね、もう後半の方で分かってきます。あーってなりますからね。そして最終回がなかなか良かったです。でこれ12分30秒なんでサクサクっと見れると思いますからね、これぜひおすすめですね。ぜひ見ていただきたいです。でまたノーナがね超可愛いです。であとハルトがね結構クズ的な部分があって、まあやっぱうるせえやつらに近いかなって感じですね。ああいうドタバタラブコメが好きな方にはねおすすめやと思います。はい、ぜひベルノは注目してみてくださいということでですね、今回は、超可動がある6分の1紹介させていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いいたします。それでは。